で、ここにじゃあ、X1 と X2 の正体分かったんで放り込むんだけど、これドットなので、これもドットですね。これもドット、ドット。質量は定数ですから、X1 ドットは、X ドット引くスモール X ドットですね。っていうのは調子で、放り込むのは、これを微分したものですよ。時間微分したやつを、こんな感じで放り込む。で、この後ろすごいいいんですよね、これね。これ1エネルギーでも楽ですよね、これね。これ1エネルギーでも最初から X2 引く X1 だから、ここも X なんだよね、スモール X。ここは、後ろはあっさりいけました。で、前見ると、いや、ちょっとこれ嫌だなって感じが一瞬するんだけど、この手の計算をひょっとしたらもうみんな、お、うまくいくかもっていう、ちょっと勘が働くようになってきてるかもしれない、ひょっとするとね。なんかいかにもですね、二乗して足し算をしたときに、なんか消えてくれそうな匂いのするところがなんかありますね、これね。ちょっとまあ普通に展開しましょうか。F1 でちょっとここ展開すると、X ドットの二乗を引く、2倍の M2 大文字 M の X ドットスモール X ドットプラス、M2 乗分の M2 の2乗の X ドットの2乗と。うん。プラス2分の1倍の、あ、しまった、ちょっとスペースが危ない。X ドットの2乗プラス2倍の M1M の、X ドット X の、ごめんなさい、ちょっと急に字が小さくなっちゃいました。すみません。はい。で、引く、はいと。OK。まあ大した計算じゃないです。みんなもね、課題とかやりながら、やっぱりこうね、計算してると力がついてる感じするでしょ？ぜひぜひもっともっと自分で計算進めてくださいね。いい教科書、問題集あるわけですからね。授業でやってるのは本当に一握りのことなので、自分で演習進めるんですよ。いいですね。あくまで授業で僕がやってるのは目次みたいなもんですからね。いいですね。その10番、20番やってくださいね。さて、じゃあこれで見ると嬉しいのは何かというとですね、この真ん中のこのクロスターブですかね、ここね。ここをね、X ドット X ドットってやつがあるんだけど、これね、ここは M2 なんだけどさ、M 分の M2 なんだけど、それ M 分の M2 にこの M1 これかけるやん。かけるやん。で、ここマイナスね。次こっち見るとさ、ここ見ると今度は M1 と M2 をかけて、X ドット X ドットで M で割ってるから、これ同じだよね。同じなんだけど、プラマイが違うから、ここ消えるでしょ。ここ消えるでしょ。そうすると、あと残ってくるのは、もうこの、なんていうか、なんかの2乗みたいな形のとこしかないので、これちょっと整理すると、2分の1の M1 プラス M2 の大文字 X の2乗プラス2分の1の、なんかもう、母言ってんだ、これ。こんなになってますけども、M2 乗分の、M2 乗分ので整理すると、M1、M2、2乗プラス、M1、2乗、M2 の、スモール X ドットの2乗、引く2分の1の、こんな感じ。あ、ちょっとこれここじゃないと行こうか。ごめんなさい。ちょっとこんな感じで。こんな感じね。はい。さあ。そうすると、ここちょっと一発、因数分解して約分できそうな感じわかりますかね。ここね。この部分ですけれども、M1 と M2 でくくってあげると、M1 プラス M2 が出てきて、M の2乗なんですけど、そもそも M の定義がこれなので、M1 プラス M2 が M なので、大文字 M なので、ここ一個約分できますね。ということで、M1 の M2。それからここにも大文字の M がありますね。あ、いいですね。ということで、こいつは2分の1倍の M の X ドットの2乗プラス、次、2分の1かける、これかける、これなんですけど、これ、
こう書いてたの覚えてます？こうなっちゃうの覚えてます？で、このミューってやつは名前ついてて、ミューは M 分の M1、M2 だけれども、M1、M2 の2で、こいつ名前ついてて、こいつ換算質量っていうのね。こいつ換算質量って名前ついてるね。はい。というわけで、結局、二体問題のラグランジアン、どこまで落ち着いちゃったかっていうと、二体問題のラグランジアンは最終的に、L は、2分の1大文字 M の X ドットの2乗、プラス2分の1 μ のスモール X ドットの2乗、引く2分の1 K の X 引く L の2乗と。ここまで簡単になりました。さあ、これが2体問題のラグランジアン。出てきましたね。今のだから、まあ、バネにつけられた重りの2体問題のラグランジアンが出てきましたね。で、こうするとさ、もはやさ、すごいシステムが見やすくなってるの分かる？あたかも、この質量の物体が動いてて、それから、このスモールミューという質量の物体が動いてんだけど、こいつらそれぞれ何の動きしてるかももう明らかじゃない。それはなんで分かるかって言ったら、ここからオイラー・ラグランジュ方程式作ってあげればいいね。ここからオイラー・ラグランジュ方程式を作ると、じゃあ例えば大文字 X については、オイラー・ラグランジュ方程式作るとどうなる？こいつについてオイラー・ラグランジュ方程式を作るとこれめっちゃ簡単じゃない？だってさ、左辺はこのオイラー・ラグランジュ方程式を大文字キャピタル X ドットで偏微分しろって言ってるけど、キャピタル X ここしかないんだよね。なのでここしか偏微分引っかかんないから M の X ドットでしょ。これこんな感じだよね。で、右辺ないんだよ。大文字 X ないんだもん。だってこの中に面白くないからこれゼロじゃない。これって何ですか？さっきの中心力のあの話によく似てるんだよね。よく似てるけど、まあ微妙に違うね。これは何だろうって言ったら、これは質量に X ドット、つまり速さをかけてるから、これ運動量だね。これだから運動量保存則を言ってるとも言えるし、運動量保存則を言ってるとも言えるし、 M は定数だから外に出しちゃえってやれば、結局 X ドットが一定って言ってるわけですよ。 X ドットって何ですか？位置の時間微分だから速度でしょ。ってことは、つまりこれは等速直線運動だっつってんだよね。等速直線運動って何が等速直線運動してるのかって言ったら、大文字 X って何だったかっていうと、これ重心だから、重心方向は等速直線運動するよっつってるわけです。重心方向で重心はね、重心が等速直線運動するよっていう話ですね。重心が重心は等速直線運動だっつってるんです。で、じゃあもう一つの方のスモール X はどうなのっていうと、スモール X の方はオイラー・ラグランジュ方程式を立ててくださいよ。どうなりますか？スモール X について立ててあげると、今度はこうでしょ。スモール X はこうでしょ。これ立ててあげると、今度は、こことここにあるわけですけれども、こいつは別に大した話じゃなくて、立ててあげると、μ の x ドットを時間で微分したものが、マイナス k の、今度は x は、ここです。ここです。こいつを微分すると、まあ、x 引く l も、まあ、合成関数の微分法だけど、l は定数だから、これの微分は簡単で、ただ単にここをね、普通の x だと思って微分した結果と同じですよね。なので、で、これもう一息いくと、ミュー外に出して x2 ドットマイナス k の x 引く l。 さあ、これはどんな運動ですか？もう一息いけば、 x の2ドットマイナスミュー分の k の x 引く l になりました。こいつを僕は何と見比べてほしいかというと、こういうやつですね。さあ、これ何でしたっけ？加速度とは位置の2回微分である。2回微分してマイナスが出て何かの2乗が出て x。 もうちょっと今の場合は
このくらいついてますけども、これはいわゆる単振動ですね。今の場合は、各振動数が μ 分の k であるような、つまり、オメガがルート μ 分の k、つまり、ここから言うと、周期が 2π の k 分の μ です。周期がこれであるような、つまりこれは単振動ですね。で、どこを中心としているかというと、x イコール l を中心。x イコール l を中心ってことは、x イコール l って何かっていうと、x イコール l って、そもそも x って相対的な距離だったから、2つの物体の距離が自然長のところにいる。つまり、までが伸びても縮んでもいませんよっていう状態を中心として、2つが離れたり縮んだりしているような単振動ですよ。そいつの周期はこれですよっていうことがこれで分かったということで、ラグランジャンで書いてるとめっちゃスッキリするでしょ。ということで、ちょっと、これでまあこの凄さは分かってもらえたと思うんだけども、こんな感じで、オイラー・ラグランジャ方程式はもはや、もう、1番目の粒子の座標とか2番目の粒子の座標とか区別する必要も全然ないんですよ。